海上自衛隊自衛艦隊司令官を務める斉藤聡海将が防衛装備庁管理下にある青森県の下北試験場を訪問し、最新の装備品開発の現状について研修を行った。その最新装備が試験艦アスカで試験が行われた近未来型兵器のレールガンである。今回はこのレールガンの実用化について詳しく見ていきましょう。斉藤海将が視察を行ったのが2023年10月19日であり、青森県にある下北試験場で近未来型兵器レールガンの開発状況を確認した。レールガンとは、かつての宇宙戦艦ヤマトのように電気エネルギーで弾丸を放つ兵器のことで、マニアの間では電磁砲とも呼ばれている。電気を使うことで火薬を使う砲弾よりも弾丸の初速を大幅に向上させることが可能となり、なおかつ、弾丸が小さく探知されにくいメリットもある。このレールガンを実用化するため、防衛装備庁が海上自衛隊と日本製鋼所と連携し、世界初となる艦艇にレールガンを搭載して洋上射撃試験を実施したのも驚きのことである。その実験台となったのが試験艦アスカであった。このアスカは、1995年3月22日に横須賀基地を母港として就役し、海上自衛隊の艦艇に搭載する様々な装備品の各種試験を行っている国内唯一の艦艇である。海地が公開したレールガンの写真には無数のケーブル類が映り込んでおり、このケーブルだらけの景色が粗悪に見られるが、アニメなどでも見られるように、試作機に無数のケーブルが外付けされていることは、決して珍しい光景ではない。これら無数のケーブルは、データ収集等、試験のためのものであり、実際のレールガンの機能には、直接関係のないものが複数混在している。以前も、空自戦闘機用の試作エンジン、XF9 が披露された際も、ケーブルだらけで粗悪であるといった素人的批判が多く見られたが、そのほとんどは計測用のプローブケーブルなのだ。このレールガンに対しても、否定的な見方をする意見が出ているが、防衛省が、この近未来型兵器開発に全力を尽くし、護衛艦に搭載して実用試験まで至ったことは素晴らしいことである。高電力や高電圧から発生するコスト問題は、まだクリアできていないだろうし、他にも改善する余地はたくさんあるかもしれないが、悪の枢軸国家に領海を囲まれた日本の防衛、安全保障のためにも、今の法体制のままでは核兵器を持てないが、故に、相手国から、持たれると厄介であると思わせる兵器を所持することは大事なことである。ブリクスのような敵対国家から、日本を攻撃したら、ただでは済まないと思わせることこそが、防衛戦略の基本であり、我が国の新たな抑止力の一つとして、開発、実装を、一刻も早く成功させてほしい。そうは言っても、近未来型兵器を製造するための技術的課題は多すぎ、かつ電源もズムウォルト級のような艦艇でなければ確保できないため、今のところ、既存の海事艦艇では搭載不能とまで言われている。近接防御用としての実用化までは容易であるが、その先のレールガンシステムのメリットでもある長射程、極超音速の弾体を対地射撃として使用するには難しいようだ。いずれにしても、方針の耐久性という課題もあり、レールガン開発を否定するわけではないが、これらの課題をどうやって乗り越えていくのかは注目していくべき点である。防衛省が、電磁力で砲弾を高速発射する近未来的兵器のレールガンの開発を実現化させているわけだが、先行していた米海軍は開発を中断したため、日本が民間の大容量電源技術で世界において一歩リードしたいという考えだ。敵国の極超音速兵器を迎撃するため、レールガンはミサイル防衛の切り札としても期待されている。そこで、防衛省は2024年度予算案に65億円を計上し、電源開発費も追加した上で、5カ年計画以上での試験運用を目指す方針を立てた。このレールガンは、電磁力で砲弾を発射させるため、火薬で砲弾を発射するよりも高速で撃つことができ、しかも連射可能な兵器である。
ロシアや北朝鮮が開発を進めている極超音速兵器はマッハ5以上とされているが、平成29年度から始めた防衛省の試作品では、それを上回るマッハ 5.8 の高速度を出すことに成功した。米海軍の過去の研究データによると、200キロの長射程射撃が可能であれば、極超音速兵器を迎撃する上で有効であり、さらには、他の迎撃手段よりも、軽量かつ低価格で装備できると記されている。また、艦隊などで複数配備することにより、一度に対処できる弾頭数を増大させることができれば、一斉攻撃への対処力が格段に向上する。一方で、強い電磁力を連続発生させるためには、一般家庭数千世帯の年間消費電力分に匹敵する電力を供給する大容量の電源が必要となる課題が残っている。確かに、レールガン開発は、米海軍が10年以上前から研究していたが、アメリカは、2022会計年度への予算計上をもって中止しており、陸上実験まで成功させたものの、艦艇搭載型の開発には至らなかった。米軍は、技術的目標は達成したと明言したが、おそらく、艦艇に搭載可能な小型で、大容量の電源開発ができなかったのでしょう。日本では、民間企業を中心に電源技術開発を進めており、自信を持って、アメリカより優位に立ち、現代戦闘の局面を覆す、ゲームチェンジャーの早期実用化予算として盛り込んだ84億円の一部を、大容量電源の開発費に投入することにした。その部分には、苦い失敗経験を持つ米軍との共同開発も視野に入れ、2027年度以降の試験運用を目指している。ただし、極超音速兵器は、着弾前に再度飛翔するなど、変則的に動くタイプもあるため、こうした兵器に対して、直線的な攻撃しかできないレールガンの有効性は限定的であるとも指摘されている。敵国は、日米ミサイル防衛網突破を目途とする変則軌道ミサイルの開発に力を入れおり、それに対して、日本政府は、抑止力を示して攻撃を思いとどまらせることを狙った敵基地攻撃能力の保有も視野に入れ出した。レールガンの歴史を振り返ると、2005年、米海軍のズムボルト級ミサイル駆逐艦で採用が決定した AGS-155mm 砲と呼ばれるロケットアシスト砲の次のステージとして、レールガンの技術開発に着手したのが初めとされている。このズムボルト級駆逐艦は、統合電力システム IPS を採用しており、大型ガスタービンエンジンで電力を発電させ、船の電気系統は推進機などの動力として使う仕様だが、これをレールガンにも同電力を供給して発射しようという発想から生まれた。そして、2014年4月7日、米海軍は2016年中にスピアヘッド級遠征高速輸送艦にレールガンの試作機を搭載して、洋上での実証試験に入ると発表したが、その後、スケジュールの遅延により、最終的には、約10年後の2025年まで延びた。その間の2021年には、米国メディアが、米海軍は、レールガンプログラム、及び、それの代替となると言われていた超高速発射体弾、HVP の開発計画への資金供給をゼロに設定した、2022会計年度の軍事予算申請を提出したと報じた。これが、まさに開発中止を示しているのだが、一説によると、近年の中国などで、急速に開発、実戦配備が進む極超音速兵器と比較して、射程や迎撃回避性能が大きく劣り、たとえ、将来的に開発が完了しても、今更、優位性がほとんど得られないことが理由だと言われている。それでも、レールガンは、日本の新たな防衛力強化という面でも、近隣の敵国に対してアピールすることができ、それが抑止力となり、東アジアの平和にも大きく貢献することになるでしょう。2023年5月上旬、ロシアからの軍事侵攻にさらされているウクライナは、西側諸国からの兵器供与で受け取った PAC-3 パトリオトミサイルシステムによって、ロシアの KH-47M にキンジャールを初迎撃したと発表した。ロシアの KH-47M にキンジャールは、
航空機に搭載して運用される空中発射型の空対空弾道ミサイルであり、これまで、ロシア側は、最大飛翔速度は、マッハ10以上に達し、回避軌道も可能なため、西側の持つ防空網では、迎撃は不可能と喧伝してきた。ウクライナの首都のキーウでは、この KH-47M2 キンジャールを、PAC-3 パトリオトミサイルシステムで撃墜した、視覚的な証拠も提示しており、ロシアのプロパガンダを否定できた、政治的な意義も大きいだろう。この KH-47M2 キンジャールが、従来ロシアが喧伝してきたようなマッハ10を超過する速度と、迎撃を困難とする回避軌道が、実際に可能であったのかについては、疑義の声すら聞こえてはいるが、これら、極超音速兵器への対処は、世界各国で課題となっている。日本においては、こうした、極超音速兵器の迎撃を担う兵器の一環として、2022年度の防衛予算の中から、およそ65億円の開発費用をレールガンに投じており、その実用化が、実際、問題として、図れるのか否かに、大きな注目が注がれていると言える。レールガンは、現在の防空兵器として、主力と言っても、過言ではない対空ミサイルと異なり、本体にミサイルのような推進装置を備えておらず、どちらかといえば、従来の火砲のように、砲弾を射出するだけの機構の兵器に近い。従来の火砲の場合は、砲弾を火薬の炸裂する圧力によって打ち出すものだが、レールガンは、砲弾の射出に、火薬ではなく電磁力を用いる原理の兵器であり、ミサイルと比較すれば、はるかに、一発あたりの単価が、低額で済むとされる。レールガンは、砲弾を、電磁気の力、物理学の用語で言うところものローレンツ力で、推進加速を発生させて射出する仕組みで、甚だ近未来的な雰囲気をまとってはいるが、その起こりは、1800年代中盤と、かなり以前まで遡る。よって、1914年からの第一次世界大戦や、1939年からの第二次世界大戦時には、すでに、ドイツや日本といった国々で、レールガンの兵器としての開発が行われていたが、この頃の技術水準では、実用化はさとしたばなったのが、実態であった。レールガンの構造は、火砲における砲身の代わりに、2本のレールを平行に設置し、その上に砲弾となる金属を置いて、レールの後端部分に電源から、引いた電極を接続するのみという、簡易な機構で成立させることができる。この状態で、2本のレールに通電させると、砲弾は、電磁力によって、先端部分へと、電磁力によって、推進力を得る形となり、物理的には、非常に平易な構造で、砲弾を射出するに足る力を発生させるものでとして注目された。こうした物理的な構造によって、レールガンは、その利点として、自ら飛翔するのに、必要な推進機関の内蔵不要であり、その分製造が安価で済むと同時に、火薬を用いた火砲の砲弾よりも、高初速で、かつ長射程を実現可能と考えられた。その反面で、レールガンの物理学的な弱点は、砲弾を射出する際の電磁力のエネルギーロスが課題であり、かつ射出に必要とされる電源から、大電流を取り出す必要があり、第二次、世界大戦時には、砲一門に発電所を設ける必要があるとまで見さされた。こうしたレールガンを実現するためのハードルが緩和されたには、1960年代に入ってからで、電力供給用に単極発電機が使用されたことで、現実味を帯び、1980年代に、アメリカは、宇宙空間でそれを活用すべく、研究を続けた。アメリカでは、宇宙空間の軍事利用を推進すべく、SDI 計画の中で、レールガンの実用化を期としたが、19,991 年の旧ソ連崩壊に伴う、
政界的な軍縮傾向の中で下火となり、1990年代以後は地球上での使用を前提としたものへと回帰する。アメリカ海軍では、イギリスの軍需関連企業大手の BAE システムズ社の協力を得て、2010年にはおよそ 10kg 強の砲弾を撃ち出すレールガンの試作に成功。2016年を目途に水上戦闘艦に搭載する発射速度10発分、最大射程距離およそ 160km を目指した。そして2020年までにはその開発を終え、実際の水上戦闘艦に搭載してのみテストを行うことを期としていたが、この発射速度10発分、最大射程距離およそ 160km という仕様のレールガンの実用化には、少なくとも 25MW の電力を賄う必要が生じた。この当時、25MW もの電力を供給することが物理的に可能であった水上戦闘艦は、アメリカ海軍の中でも新機軸の導入で高コストが問題となり、わずか3隻の建造で打ち切りの浮き身にあったズムボルト級ミサイル駆逐艦しか存在していなかった。ズムボルト級ミサイル駆逐艦は、艦艇自体の運用に必要な電力を除いても、およそ 40MW の余力があるとされていたが、アメリカ海軍の主力艦である、アーレイ・バーク級ミサイル駆逐艦は、同 9MW ほどしか、それがなかった。つまり、アーレイ・バーク級ミサイル駆逐艦では、試作されたレールガンを稼働させるに足る電力供給が全く不可能であり、その実現には新たな蓄電システムの実装が必須だったが、そもそもレールガンの運用に必要な電子機器類の開発が容易ではなかった。そして、そうした課題に、アーレイ・バーク級ミサイル駆逐艦とレールガンが直面している間に、実に射程距離でレールガンの使用をはるかにしのぐ、1000km 超級の極超音兵器が世界的に出現する状況が発生してしまった。前述したように、アメリカ海軍が実用化を目指していた水上戦闘艦搭載用のレールガンの射程距離はおよそ 160km ほどしかなく、仮想敵国であるロシアや中国の対艦ミサイルの射程もはるかにこれを凌駕してきたため、その有用性は薄れていった。アメリカ海軍では、ほぼすべての水上戦闘艦に装備しているマーク 41VLS に対して、それに若干の改修を施せし、そこから運用可能な新型の迎撃用極超音速ミサイルを開発する方が、はるかに運用効率が高いと判断。事実上、レールガン開発は凍結に向かった。ただし、こうしたアメリカ海軍のレールガン開発の事実上の凍結という事態を見た中国は、技術力の向上によってその課題を克服し、およそ 25kg 砲弾をマッハ7以上の速度で射程距離約 250km まで高めていると喧伝している。中国海軍では、自軍が開発を今後も推進するレールガンについて、その用途は沿岸部の防衛任務を想定している模様で、レールガンの砲弾の速度を生かした極超音速兵器への迎撃ではなく、敵艦敵の接近拒否用に位置づけているようだ。日本におけるレールガン開発は、口径 40mm の砲弾を初速 2000km 秒以上で射出し、レール自体の耐久性は120発以上を想定、最大で約 200km の射程距離を実現し、ロシアや中国の極超音速兵器の迎撃用途に使用するとめされている。レールガンの砲弾は通常の火砲と同様で、無論誘導装置等が内蔵されたものではないため、冒頭で述べた PAC-3 パトリオットミサイルシステム等と併用して極超音速兵器の迎撃の一環を担う兵装としての運用が構想されているのだろう。地対空誘導弾である PAC-3 パトリオットミサイルシステム等のミサイル一発の単価は、
少なくとも億の単位であるが、レールガンは、これが同200万円ほどと考えられていることから、はるかに安価であるのは間違いない。しかし、ロシア・ウクライナ戦争において、当時の西ドイツが敵の戦闘ヘリを排除するために開発したゲパルト対空戦車が、対ドローン迎撃に効果を発揮していることを考慮すれば、安価な対空防御は、こうした兵器の再評価も必要かもしれない。